はい、マッチングしました。箱奥倉庫です。よろしくお願いします。やはりタイマンといえば、タイマンといえばこのステージ。このコロコロ対決。おっと、待ってくれ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 。コロコロとは、カーボンローラーのことだったのか。待って、俺ずっとコロコロって言ってたからローラーだと思ってた。そうだよね。ランク14でカーボンローラーも買えるよね。これちょっと俺有利になっちゃうんだけど。え、本当にコロコロしてるの？あ、コロコロしてる。コロコロしてるけどさ。早い早い早い、待って、早い。見えなくなっちゃった。早い。あ、あー、ごめん。わ、ボムだ。ボムもついてきた。うおー。びっくりした。来た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 、待って。撃ってる撃ってる。待って、あれあれあれ、話と違う。ほら、よし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 。引いた引いた。引いた。引いたけど、ちょっと話が違う。待てよ。ちょっと待って、どういうことだどういうことだこれ。とりあえずここで待っていいよ。ここで待ってれば来てくれるはずだ。気づいてないですね、まだ。おい、待って、これバレちゃったかな？バレた？おーい、初心者？おーい。雨？うおおー今の雨はもしかしたらおとりだった？あ！今、リスポーンちゃんと書いて、待って、俺ちゃんと書いてなかった。ずっと残った。ごめんなさい、ちょっと、俺よりルール知ってる。初心者の方が。なるほど、ちゃんとでも帰るんだ。偉いな。いや、追いつかれる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 。追いつかれちゃう、追いつかれた。あれ消えた。え、待って、消えた。あ、ああ、こっちから出てきた。一旦逃げて、これちょっと戻ってみようかな。はい。いる？あ、いないね。あれ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 、あ、こっちから来たのか。あ、入れ違っちゃったな。インクが難しい。管理が難しい。あはは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 は。え、ここくるくる回ってない？お互いここくるくる回ってないか。おーい。おーい。おーい。おいしょ、ああ。で、さっき帰らなかったから、ちゃんと帰ろう。初心者に教えてもらったよ。はい、待ちしました。ザトウマーケットに、ステージを変更しました。よろしくお願いします。で、あっちもね、カーボンローラー使ってたので、このまま合わせてカーボン使ってあげようかなと、思います。これで多分ね、同等？さっきまで一角だったので、俺の武器、なんか引いた瞬間倒せちゃってたから、結構有利になっちゃったんですよ。初心者相手に有利になっちゃったの。だからこれはね、合わせる。武器をちゃんと合わせて、お、こっちか？で、追いかける、こうやって。こうやって追いかけていく。待て。待て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 。うおーっと、おおほほほ！え？うまい！跳ね返った反動でそのまま降ってきました。左から来たな。さあ、コロコロどうするか。あ、い、当たった当たった当たった。え、なんか出てる。あ、危ない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 。今、体が出てたね。おい、一発当てて。今度こっちから、実はこっちから。おーっと、引かれてた、危ない。ちょっと上登ろっか。うわー、ごめん。あー、当たんない当たんない。ちょっと待って、これ当てんの。一発当てた。よし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 。コロコロ対決だからね。コロコロ対決。おーっと、出会い頭にぶつかりそうだったな。いや、縦振りがうまい。ちょっとやばい、ちょっとやばい、ちょっとやばい、ちょっとやばい。これ登ってくんじゃないか。これ絶対登ってくるべ。あ、戻ってたな。ここ登ってくるのか。
わ、当たった。おい、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 引いた。あれ？あれ、カーブどこにいるんだ？あれ？え？消えた。あ、そこだ。この上だ。これバレてるかな？バレてなさそう。あ、バレてる。ちょっと怖い。怖い、ここ怖い。うわぁマジで撃ってる。今引かれた、引かれた。引かれました、引かれました。ローラーで引かれました。さあ、前出ていきましょう。おっと、ここにいるね。よく見つけるな、俺のこと。どうする？うおぉ怖いよ。怖い、びっくりした。急びっくりしたな。はい、間違えました。箱具倉庫縄張りバトルです。よろしくお願いします。で、今回久しぶりに、初心者の企画ということで、視聴者のお父さんに入ってきてもらいました。チャージャー！お父さん、チャージャー使うのか？まあ、うちのお父さんはね、ゲームできないって言ったけど、昔一緒に、なんだっけ、ピクミンかな？なんか一緒にやってもらったことがあって。攻めてきたか？お！勝負するか？どうしてた？今ちょっと。ごめんなさい。寸止めしようとしたら倒しちゃった。ちょっと事故みたいなもん。今、事故みたいなもん。お父さんごめんね。ごめんね。悪気はなくてよ。ごめんね。もうちょい様子見たかったんだけど、俺もう、バカだからもう、いや、倒しちゃって。パシャパシャしてるね。チャージして。あ、チャージキープできる。え、うまい。ナイスだ。ちょっと上から見ますね。あはははは、歩いていっちゃった。パパー。パパ、どこ行くんだ？パパ。あ、俺ここだぞ、ここ。バレるかな？バレてないね。いつまでバレないでついていけるかな？え、リスポーンまで行っちゃったよ。ちょ、待って、俺そこにいないぞ。ここだぞ、俺。ここ。ここですよ。気づいた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 。パシャパシャしてる。パパがパシャパシャしてる。よし、タイマンだ。勝負だ。さあ、チャージャーの射程うまく使えるのか。うわ、怖え。でも怖え。あ、狙ってるこれ。狙ってるか。よ、危ねえよ、避ける。ちょっとだけ頑張って避ける。あ、やばい、パシャパシャだ。うまいこと、うまいこと避けよ。危ない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 。こっちだよ。こっちだよ。パパ、パパ。いいなぁ、ゲームできるお父さん。ちょっとリスポーンに逃げよう。怖い。どこにいるんだ？そこか。え、ボムだ！危ない！え、ハイブレ！ハイブレ、頑張れ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 。なんか3号みたいなの出るぞ。ヒーローモードの3号みたいになってるぞ。見たことあるぞ、その3号。あ、いた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 。はい、お待ちしました。アロマナモールのアバリバトルです。まあ、お父さんの休日といえば、ショッピングに家族で行くという、まあ、自分の中のイメージがあるので、アロマナモールというね、しかもチャージャーにもちょうどいいんじゃないかな。高低差があって。はい。まあ、俺は、そんな親と出かけたことがない。もうこれ言うとさ、なんか暗くなっちゃうよな。家族で出かけたことがね、動物園しか記憶にないんだよね。え？ああ、やばい。いや、やだ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 、やめて。危ない、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 危ない。父親に会う前に、回線が落ちるとこだった。ギリギリだった、今。耐えたよ。あ、いるね。どうやって会いに行こう。ああ危ない。え、ちょいちょい不安定になるんですけど。これ俺、もしかして今回線悪い。ああちなみに今、台風が来てまして。ああ台風にやられたか、これ。はい、間違えました。ムツゴロウ縄張りバトルということで、先ほどちょっと回線が切れてしまって、あんな終わり方はさすがにないよと。俺も、みんなも、おとんも思ったはずなので、ムツゴロウというステージでね、仕切り直しました。で、ここは、アロワナモールとは違ってショッピングモールみたいなとこじゃないんですけど、なんて言うんだろうな。寺？寺院？寺？かな？まだでも作りたてなんだよ。なんか作ってるよね。
まだ作りたての寺みたいなとこに、あの、お父さんとお参りに来ました。あ、ローラーに変わってるじゃん。今気づいたよ。変えたのかな。おっと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 、危ない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 。コロコロ来た、コロコロ。パシャパシャとコロコロで攻めてきてるな。怖いな。ここいるよね。そこか。来るか。あ、来た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 。ね、ちょっとこれで逃げよう。ああ、びっくりした。びっくりした。逃げれたよ、俺今。逃げれた。逃げれたぞ、スポンジで。これスポンジをね、攻撃するとちっちゃくな、あれ、いっちゃう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 。来た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 。さあ、俺をちっちゃくして倒すことはできるか。あー、怖い怖い怖い。怖い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 。あ、インク出てない。インク出てない、インク出てない。インク出てない。殴られた。音に殴られた。あれ？あれ？おとーん？パパー？あ、いた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 。お父さんいたぞ。お父さん見っけたぞ。お父さんどこ行くんだ？ドライブしてるね。休日のドライブだ。どこ行った？あ、ここにいる。ここにびっくりした、びっくりした。あー、戻ってきた。Uターンしてきた。ちょっと距離離そっか。もう事故はシャレになんない。事故った。あの車、怖い。おーおーおーおお。やばい、来てる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 。来てる来てる。気をつけろ。暴走族だ。あ、最後来た来た。やばい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 。ああ引かれちゃった。お父さん。お父さん、引くのはダメだよ。ほら、気をつけてね、現実世界では。スプラだからいいけど。あ、ありがとうございました。はい、待ち伏しました。箱ウグ倉庫。タイマンバトル、よろしくお願いします。で、今回、自分は観戦なので、まあ、上からね、見ていきたいなと思います。まあ、ちょいちょい、初心者じゃんの視点に合わせて、見ることもできるので、うまいこと見ていきましょう。で、ローラー対ローラーだね。カーボンと、スプラローラーだ。あ、コロコロしてる。どっちがランク11で、どっちが、二人ともコロコロしてる。どっちがどっちか分かんないんだけど。あ、カーボン！ここはカーボンが勝っていく。殴り合いだね。このままちょっとカーボンローラー見ていきましょうか。あ、歩いて帰るのか。あ、塗ってますね。一応縄張りではなくガチ上がりにしたんですけど、おローラーコロコロしてる。かわいい。お、スーパー着地。ここロボット、あ、ロボットボムラッシュ強いぞ。さあ、敵探してどうする？あ、ローラー帰ってますね。真ん中にいますね、今。ローラーはどうするか。振って、振って、惜しい。インクがなくなっちゃいそうだ。あ、逃げろ。あ、引かれちゃった、引かれちゃった。カーボンがしっかりと引いてきました。カーボン、射程が短いから、うまいこと詰めて戦っております。あ、戻っちゃった、戻っちゃった、帰っちゃった。余ってたのかな、相手のこと。優しいな。あ、帰っちゃった、帰っちゃった。帰っちゃった。あ、どうした？あ、帰り、あ、嘘、帰り方がわかんないのか。自分の歩いて帰った。歩いて帰った。その間にローラー塗ってる。ローラー塗ってた。回復して。ローラーも頑張れ。あ、カーボン来たぞ。潜伏からの攻撃、惜しい！引くのか、倒すのかだな。振って倒すか、引くのか。二人とも同じことし。最初難しいからね。左いる。あ、おー、今度はローラーが、リード。スーパージャンプで戻るのか。戻りはしない。これは塗っていく。いいね。でもまだ少しだけ、カーボンローラーがリードしてますかね。カーボンコロコロして、おー、危ない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 。頑張れ頑張れ。スーパー着地。どうするカーボン。カーボンどうする。お、ボムラッシュいいね。これで敵に当てていきたい。お、でもローラー上乗ってるね。上はきついんじゃないかな、カーボン。あ、ヤグラ動いた。ヤグラ動いた。ヤグラが。ヤグラに乗ってしまったか。お、カーボンが倒せるか。あ、インク出てない。チャンスチャンス。頑張れ頑張れ。チャンスチャンス。いい戦いしてるな。
どっちだ。おー、今度はカーボンがしっかりと倒していく。振りますね。カーボンはちゃんと縦振りで。あ、歩いて帰ってった。マジか。これ教えてあげたいな、スーパージャンプを。おー、びっくりした。あ、ローラー。あー、ローラー。しまった。ちょっとローラー相手見失っちゃったかな。最初はね、ローラー使ってるってことは、結構塗る人なのかな？お、でもここは潜伏をして。お、どうした？大丈夫か？あ、やばい、やばい。お、しっかり倒した！すごい！ちゃんと振って倒した！いいね、全然戦えるよ、ローラー。やっぱいい戦いしてるな。あ、カーボン来たね。潜伏。お、でもちゃんと潜伏してる。いいとこ潜伏してる。あ、大丈夫か？スーパー着地。どうする？あ、ボムラッシュ来た、ボムラッシュ来た。逃げろ、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 逃げろ。逃げろ、逃げろ、逃げろ。逃げろ、逃げろ、逃げろ。逃げろ。危ない、危ない、危ない。あ、ボムラッシュ強い。これはボムラッシュ強かったな。ローラ、端っこいるね。隠れて、カーボンが来るところに、振った。おーい、うち！いやー、いいや、うち。二人とも。だけど、カーボンもよく反応したよ。はい、ステージを変えまして、モンガラキャンプ場にしました。で、ここはちょっと狭いから、ローラーコロコロしてたらなんかどっちも、いい感じに戦えるかなと思って、立ちようと迷ったんですけど、立ちようとちょっと落ちちゃう。いやー、でもここも落ちるかな。なんか、結構、ステージをね、選択するの難しかったんで、ハコフグ以外やりたくて、とりあえずモンガラにしました。あ、止まってる、大丈夫か。あ、そうそうそう、そんな感じで。ヤグラーからね。お、でもローラーめっちゃ攻めてる。ここは相手を見失うことないから、お、ローラーがここは倒していく。やりました、倒しましたね。なんかさっきまでさ、相手をさ、探してた描写があったから、やっぱまっすぐだと戦いやすいんかな。お、どうする？ローラーが上から。ここは、ローラー有利か？さっきはカーボンが少しだけ有利だったかもしれない。お、ここはカーボンが倒した。お、すげえすげえすげえ。縦振りで倒した。左から行くのかな？裏取りか？裏取りするのかな？敵陣地の方行って。あれもしかしてジグ間違えたか？本当はジグ、あ、待って、これ相手陣地まで来た。なんで、それ相手陣地や。間違えたね。多分今ジグに戻ろうとして、相手陣地間違えてきちゃったんだろうな、これ。次、倒していた、倒していた。お！これはボムラッシュ。ボムラッシュ持ったけど撃てないか。おぉ、これはローラーが倒していく。さあ、今度はローラーが待ち構えております。賢いな。賢いぞ、ローラー。こさせないよりパシャパシャして。あれだな。スプラ歴が未上、つえ、つえ、つえ。あ、追ってる、追いかけっこしてる。あ、でもインクない、インクない。インクなくなっちゃったね、今ね。さあ、カーボン、ここから帰れなくなっちゃったか？戻れるか？え、多分ランク10とか10代だったら、全部のステージやってないんじゃないかな。初めてやるステージが結構多いかもしれない。ここはしっかり逃げて。このボブラッシュ強いよね、カーボンローラーの。さあ先にローラーが見える。おっと、危ない。お、縦振りを選択してる。偉い。あ、しゃしゃしゃ、頑張れ、頑張れ。痛い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 。いや、二人ともいいね。ちゃんと相手のこと見つけられるんだな。俺が初心者の頃は、全然敵見つけられなくて、ローラーずっとコロコロしてましたけどね。相手陣地また行った。どこにいんだ、ローラー。あ、バレた？あ、バレてる、バレてる。あ、ここはボムラッシュ。いいね、ボムラッシュ。でもこれは当たらないか。この先にローラーいるの？あ、いた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 。どうする、どうする、どうする。あ、インク出てない、インク出てない。さ、チャンスなのか。うわ、縦振り、おー、ユチだー。ローラーも頑張った。はい、間違えしました。アコーグ走行、タイマンバトルよろしくお願いいたします。まあ、タイマンとは言わないんですけど、2対1ですね。あ、ほら、ローラーだ。二人ともローラー使いだ。俺は、ローラーあんま使っ
ってこなかったな。今まではやっぱシューターが多かったかな。ローラーも使うんですけどね、なんか楽しくて使っちゃったり、あとチャージャーも楽しく使っちゃったりするんですけど。おお、もう来てる。うわー、当たった、やばい、やばい、やばい、待って、痛い。二人どうやっていくんだろう、組んでくんのかな。コロコロしてる。で、コロコロしてる。やばい、スーパーチャクチだ。スーパーチャクチだ、待って。やばい、やばい、やばい、やばい。俺のこと追ってるな。ちょっと、やばい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 。引かれる、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 引かれる。引かれる、引かれる。カーボンも来てる、カーボンも来てる、カーボンも来てる。よし、これ、引いて。よし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 。一旦引いて。一旦引いて。危ね、危ね、危ね。いや、これ、ボムラッシュ来るでしょ。ローラーの方は今倒したぞ。引いたぞ。俺の得意技、コロコロ。得意技コロコロで、とりあえず倒したけど。これの場所わかんのかな？これ俺、場所わかってるか相手。見破られてないんじゃない？ああ、いたびっくりした。え、ここにいた。今のはやばい。めっちゃびっくりした。急だった。うわぁ、やっぱ二人だと、そっか、急に現れたりもするよな。気をつけないとな、次。上から。上、あ、やべ、あ、やべ、やべ、なんか全部当たっちゃったかも、今。一旦スーパー着地使っとこうかな。はい。お、これはかわされた。あっちも使う。うわー。お、なんか引いたぞ。これ、コロコロ。得意のコロコロで来ました。これも得意なコロコロでしっかりと引いたぞ。振らないで、俺、コロコロで行こうかな、今日は。もうコロコロで行きますわ。もう本当にコロコロにね、自信がありまして。やべやべ、助けて助けて。よくあの動画でもね、コロコロしてるんですよ。あ、やべ。いやー、これは振られてしまった。強い。やっぱ振るの強い。二人やるな。やるな、本当に。やっぱ矢倉逃れてる。待って、矢倉逃れてる。飛び移るわ。ほら。待って、降りた。待って、逃げた。くっそ。あ、これ、切る、切る、切る。ボムラ中に。中に追いかけて。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。おいしょ。よしよしよし。まず一人倒して、もう一人ローラーこっちか？あー、嘘。これはやられてしまった。そういえば前にさ、俺、友達の秋元ってやつ3対1で、初心者じゃない。3対1で秋元と戦わしたわ。それと比べると2人って少ない方だよね。とは思うんですけど。よし、これ引いた。やばい、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 危ない、危ない、危ない、危ない。危なかった、今。これ一旦矢倉乗って。上から降りる。あ、これは警戒されてるな。やばい、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 ローラーがいた。ローラーいたわ。すごい塗られてるじゃん。そうだ、カーリングボム使ってみようかな。あ、当たった。はい。どう？おい。いや、後ろから来てる。待って、危ない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 。カーリング、はい。お、いい感じに当たっていく。なんか、昔ボーリングのミニゲームやったけど、こんな感じでしたね。あ！倒した！カーリング倒した！引いた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 ！これは俺がしっかりと倒したぞ！もう敵陣地行っちゃう、敵陣地行っちゃう。先陣突破じゃん！くらえ！おお、すり抜けた。うわぁ！ぐちゃぐちゃだ。次ね、対マンじゃなくて2対1のガチアサリで戦っていきたいと思います。はい、マッチングしました。天美術大学ガチアサリです。よろしくお願いします。で、今回ガチアサリなんですけど、対マンじゃなくて、アサリのカウントをゼロにしたら勝ちっていう、普通のスプラトゥーンのルールで戦っていきたいなと思います。ちなみに一人なので、アサリ集めて入れに行くのって結構、一人だと大変になってしまうので、なんかいい感じかなと。2対1ですごいいい感じかなと思いました。これは、相手は集めてんのかな？先に10個集めるのどっちかみたいな。あ、俺集まったわ。これ入れていいですかね？あ、待って、あっちも入れてる。どっちが早い？あ！ごめんね。ごめんね、ごめんね。ごめんね、ごめんね。はい、はい。はい。
ごめんね、ごめんね。あはは、ごめんね、ごめん。帰ってきて、帰ってきてる、帰ってきてる。すまない、すまない。お、やばい、やばい、やばい。最後一個入れとこ。おっと。危ない、危ない。ここにもね、一個あるの、ここにも。ほい。ここにも一個ある。ごめんね、ごめんね。あれ、なんかしてるぞ。なんか自分のチームのアサリを入れようとしてるよ。え、びっくりびっくり。よし、結構入れた、結構入れた。今ね、一人で結構入れられた。一人でアサリは、マジで大変だぞ。やべ、来てる来てる、来ないで来ないで。マジで来ないで来ないで来ないで。ダメダメダメ、さすがに、それ入れてほしくない。入っちゃったよ、やべ、ダメダメ、来ないで。入れないで入れないで。やだやだ。ああ入れたか。入れた。ふっ。これ、ゴブゴブの戦いじゃないか。うわあ、危ない危ない危ない。10個にして、今度は俺が入れに行こう。あ、待って、相手が、早い。ごめん。ごめん。あ、当たらない。ごめん。くそー、入れられた。ちくしょう。わかってるルールを。よし。なに？なになになに？待て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 、なに？なになになに？なぜいるそんなところに？入れに行こう入れに行こう。ほい。入れたぞ。で、こっから一人でアサリを連れて入れに行かなくてはいけないんだよ。あー、ダメだ！入らなかった。しかもやられた。あ、しかもアサリ取られた。うわー、待って待って、アサリが、アサリが、何これ、難しい。やめて。よしよし、危ねえ。あー、危ねえ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 。これで入れよう。待って、でも後ろから来てるな。うわー、うわ、これやばいやばい。でも10個入れれそう、10個入れれそう。10個入れた、10個入れた。どうだどうだ。でもこっからね、俺探さなきゃいけないからね。あー、時間ない時間ない。よし、リードしたリードした、これリードしたリードした。よしよし。あ、でもこれはもう入れられないから、守ろう。守りに行こう。ね、なんか待ってるんだけど、この人たち。ちょ、待って。めっちゃ入れてるんだけど。ちょっと、そんな入れないでよ。7個。なんでルールを知ってるんだ、初心者なのに。あと27個で俺負けちゃう。負けたくない。負けたくないよ。入れに行こう。でっかいの入れて、で、今のうちに、アサリをもう一回。おー、チャンスチャンス、ここに湧いたぞ。目の前にあるのに。ここに目の前にいっぱいあるのに。ほいっと。ほい、ほい、ほい。で、アサリを入れて、つなげて。お、これチャンスチャンス。1、2。お、リードした。あと1だよ。あと1だよ。あと1だよ。いいのか？いいか？ちょっと待って、入れる気まんま、入れる気まんま。え、ちょっと、あすごい。はい、よろしくお願いします。箱具倉庫です。ルールなんですけど、タイマンのルールは皆さん、ご存知でしょうか？まあ、特にね、大したことないんですけど、あれ？来ない。あれ、塗ってる？もしかして。あ、上塗ってるかもしれない。バレてる？バレてない。始めたてですね。あ、あ、危ない。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 待って。これバレてないかもしれない。あ、バレてない。バレてない、これ。あ、バレた。あ、違う、バレた。見てたらバレてしまった。でも、めっちゃ綺麗に塗るな。めちゃくちゃクリアリングされたわ。バイキンマン結構、綺麗好きなんだな、バイキンマンって名前の。あ、ここですよ、私は。登れる？これ。あ、登った。よし、俺も登ろう。ほい。ナイスボム。ナイスボム。気づくか？俺に気づくか？どうも。あ、間に入った。あー、めっちゃ綺麗、ちょっと汚してみようかな。綺麗好きな人ってちょっと汚すとさ、すごい嫌がるじゃん。もしかしたら倒しに来るかもしれない。ちょっと汚してみます。ちょっとどころじゃないな、もう結構汚してるな。攻撃してこない、あれ。おーい。
おーい。足元塗ってみるか。あ、ここ無事なんだよな。一緒に塗るか。あれ、なんか攻撃しに来ないね。一緒に塗るべ。はい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 。俺も塗るわ。なんだこれ。なんでリスポーンまで来んの。なんでリスポーンまで来てる。ここまで来てる。何してんの。あ、そこ行けない、そこ行けない。行けない。あー、危ない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 。おーい、そこ行けないよ。弾かれちゃうんだよ。俺がリスポーンまで帰って、ここで立ってみるか。見てない、見てないし。待って。おーい。おーい。あ、当たっ、あれ、あれ逃げちゃった。あ、ちょっと。おーい。うわー、危ない、危ない。かまってくれない。かまってくれないかもしれない。あ、待って、初心者。おーい。なんでなんで。これ、本当に初心者か、これ。はい、よろしくお願いします。ステージはね、もずく農園にしました。あ、また塗ってる。また塗ってる。このステージはね、こうやって金網があるので、上からも塗り返せて、さらに上から見れるっていうね。いいですね、この眺め。上から初心者を見守る眺め。いいですね。頑張ってる。なんか、連絡してきた方の妹らしいです。妹が、最近スプラをやり始めて、やってるのが、年齢は何歳なんだろうね。ちょ、聞いてみたいですね、年齢。小学生ぐらいかな。おー、登ってきた？あー、大丈夫か？あー、大丈夫か？おいしょ。これ、倒すことは知ってるのかな？おーい。おーい。あっ、あっ、あっ、普通に。知ってた。知ってたね。ちょっと喜んで、ちょっとジャンプしたべ、今。あ、ボム投げた。これは相当な嫌がらせじゃない、上から雨。雨のようにインクを垂らす。逃げてる、逃げてる。もう、もはや撃ってないぞ。撃ってない、撃ってないぞ。おーい。なんで俺のとこ来ないの。なんで俺のとこ来ないの。待って。バイキンマン。バイキンマン。バイキンマン。やばい。助けて。襲われてる。はい、よろしくお願いします。縁側河川敷にしました。で、使ってる武器はパブロです。ちょっとね、武器を変えてみました。これで目の前スーっていこうかなって。スーってね。あ。ちょっと、あれ。みんな見なかったことに。みんな俺が今初心者を突き落としたところ、水に突き落としたところは、見なかったことによろしくお願いします。ちょっと目をつぶっていただきたい、今のは。今のは気にしないでください。あそこ濡れないぞ。そこ濡れないぞ、そこ。ビニールシートがあるからね。ね。あ。みんな、目つぶってますか？今、ちゃんと目つぶってますか？今。目つぶってますか？聞こえてますか？皆さん。聞こえてますか？目はつぶって、耳は聞こえていますか？心なしか、ちょっと落ち込んでる気がする。すごい。塗り意識はすごい高い。なんか時々ね、攻撃してこないんだよね。優しいのか。ほら。待って、ごめん、俺、タイマンのリール教えてないのかな、もしかして。戦いたいのに、戦えないパブロ。戦えません、これ。じゃ、ちょっと塗ろっか。塗りの戦いしよっか。今まではほら、戦ってばっかだったからさ、塗ってなかったから。今度はガチで塗って、塗りの怠慢。どっちが塗れるかって言われるとどっちなんだろう。パブロも塗り強いしな。あれ、初心者ちゃんどこ行った？バイキンマンどこ行ったんだ？バイキンマン？あ、いた。こ
これじゃあ周り塗っちゃおうか。塗ったとこ塗ってびっくりさせよう。初心者が塗ったところはもう塗られてるぞっていう、こうやって。もう足元も塗っちゃうもん。ほら。うわぁ、危ない、ボムだ。危ない、危ない。なんか普通塗らないで走ってったんですけど。塗らないで走ったんですけど。おーい。おーい。おい。あい。あ最後ちゃんと目つぶった？